ぷよぷよ。よろしいかしらラルゴ、アンダンテ、アレグロ、プレスト、フェルマータ、パルティシオン、エチュード、アレクロアクレランス、ポポイランス、パンデテュード、ルプリーズ。よろしいかしらうふふ。<laughs> あら。いやーごめんなさいね。あらららら。うふ。あら。ぷよぷよ。ただいまより、プリンプ魔導学校主催、バトル大会の開会を宣言します。皆さんには、全8000の様々なぷよ勝負を、 勝勝勝勝ちち抜抜いいいいててもらまますすのの負ををた優勝者には願い事の叶うメダルを授与します皆さん、優勝を目指して頑張ってね。それでは、やってみましょう。それでは、実際にやってみましょう。大変よくできました。もう一度やってみましょうね。その調子よ。頑張ってね。もう少しよ。すごいわ。あらあら。うーん。違いますよ。先生帰ろうかしら。うん 帰ろうかしら。はい。おはようございます。こんにちは。それでは、授業を始めましょう。おめでとう、アミティさん。優勝のメダルで、願い事が一つ叶えられますよ。うふふ。きっと、メダルは、今のアミティさんが、十分素敵だと思っているのね。ラフィーナさん、優勝おめでとう。さあ。 メダルをどうぞ。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。メダルはラフィーナさんより美しいものがわからなかったみたい。そうなのかしら。シグ君、楽しんでますか先生だって大会を楽しみたいわ。それに、日頃の授業の成果がどれだけあるのか直接試してみたいもの。<laughs> そうかもしれないわね。さあ、始めましょ。優勝おめでとう。 シグ君優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。シグくんの願い事は一体何かしらごめんなさいね。シグくん、メダルさんは虫が嫌いだって。メダルさんは手がないから虫が止まっても払ったりできないの。だから虫だけは勘弁してくださいって。メダルさんもごめんねシグくんって思ってるわ。優勝おめでとう リデルさん、優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。リデルさんの願い事は何かしらじゃあ、別のことをお願いしたら <laughs> <laughs> ありがとう、リデルさん。とっても素敵な願い事ね。ええ、きっと続くわ、クルークさん。 優勝おめでとう優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。一体どんな願い事かしら。そうね。クルークさんが活躍した時ね。<laughs> アミティさん、驚いた先生も出場するのよ。先生でもできないことがたくさんあるのよ。でもね、メダルよりもね、先生はもっと楽しみなことがあって出場したのよ。なんだと思うアミティさん。うふふ。 それも確かに楽しみだわ。でも違いました。先生はね、皆さんの日頃のお勉強の成果を確認したかったの。うふふ。そうですよ。アミティさん、頑張りましょうね。こんにちは、シグくん。あらあら、もう広まってしまったのそうね。あるかもしれないわね。壁中にぎっしり虫のついたホラー穴を見つけるとか。でも先生は負けないわよ。じゃ 始めましょうね。こんにちは、リデルさん。リデルさんは、もう大会ルールに慣れたかしらそうね。でも、基本は4個くっつけて消すこと。大きな連鎖を組むこと。うふふ。どうしても苦手なこともあるわね。克服できれば良いのだけれど、自分の良いところを活かした戦い方を覚えることも強くなる方法だわ。そうね。良いところを伸ばしましょう。 さあ、始めましょうね。あらこちらの方ではないですね。そうね。ちょっとや暮ったいわよね。でも、先生をしているから仕方がないの。プリンプ魔導学校で魔導を教えています。みんなとっても可愛いわ。あなたは何が得意なのかしら。じゃあ、私が勝ったら頼んでもいいかしら。じゃあ、始めましょうか。こんにちは。 ラフィーナさん。あら、耳が早いわね、ラフィーナさん。ラフィーナさん。格闘の先生って女性の方よ。とってもセクシーで素敵な方ですよ。そうね。先生もどうしてなのかしらって思ってしまうわ。そうね。ラフィーナさんなら、きっとあの先生の技を習得できると思うわ。よろしくお願いしますね。ええ、始めましょう。クルークさん。 頑張ってますね。先生だって大会に出場したいわ。いけないかしら。あら、先生が主催者じゃないわ。主催は学校ですもの。先生はクルークさんと勝負してみたいわ。クルークさんがお勉強でどこまで強くなったか。とっても知りたいの。しっかり見せてもらうわね。クルークさん。あら、どちらからいらっしゃいましたあら、 アルルさんと同じね。さあ、何なのかしら。アルルさんは生徒でもないし、学校までよく遊びに来てくれるわ。あらあら、ご立腹ね。せっかくの美男子が台無しよ。んそうなのかしら。まあいいわ。ぷよ勝負しましょう。大会、とっても楽しかったわ。みんな随分強くなったわね。みんなの努力があったからよ。<laughs> それは、秘密よ。また今度ね。こんにちは、おしゃれ神戸さん。相変わらず、手厳しいファッションチェックね。ありがとう、おしゃれ神戸さん。そうね。素敵な恋をしてみたいわ。そう言ってもらえるのは、とっても嬉しいわ。でも、今のスタイル、気に入っているのよ。そうね。そうかも。お疲れ様。そして、優勝おめでとうございます。 おしゃれ神戸さん。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。おしゃれ神戸さん。残念だけど、さっき、いつか、って、そうなの。ええ、そうなるわ。でも、必ず会えるわ。優勝おめでとうございます。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。お二人は、一体何をお願いするのかしら。レイんも一緒にお願いしたそうね。 一人で二つはダメなのだけど、一つは大丈夫。二人の願い事は一体どんなのだったのかしら。じゃあ、ゆうちゃんの願い事を叶えてすぐに、れいくんの願い事を叶えてしまって、元に戻っちゃったのね。双子って同じこと考えるけど、こんなこともあるのね。こんにちは、魚王子様。プリンプ魔導学校で魔導を教えているわ。 よろしくね。とっても楽しいところよ。今度、いらっしゃいな。ええー、大歓迎よ。そうね。どんな技が似合うかしら。そうね。プヨ勝負して見せてもらうわ。優勝おめでとうございます。王子様、優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。魚王子様は何をお願いされますかそれは、とっても素敵な考えですね。 何にいなさいますか王子様のお考えにお任せします。メダルは具体的なことを一つしか叶えられないの。三食か昼寝か、それともしもべか、一体どれが叶えられるかしら。失礼しました、王子様。オニオンさん、よく頑張ったわね。一人じゃないから素敵ね。誰かと一緒って。そう、森に帰れば、 仲間からいっぱい祝福が受けられるのね。ちょっと羨ましいわ。でもね、先生も一人じゃないのよ。いつもポポイと一緒なの。じゃあ、始めましょうか。優勝おめでとうございます。オニオンさん。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。オニオンさんは一体何をお願いするのかしら。オニコさんといつまでも一緒。かしらそうね。 二人の世界で幸せそうね。やっぱり、ちょっぴり羨ましいわ。そうね。ポポイがいるわね。ありがとう、ポポイ。優勝おめでとうございます。どんぐりガエルさん、優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。どうぞ好きなことをお願いしてね。そうね。でも予想してみましょう。あ、もしかしたら、 森に池が欲しいんじゃないかしら。一体どんな素敵な池が森の中にできたのかしら。そうだわ。今度みんなで森の池まで遠足に出かけましょう。あら、お出ましだなんて、レムレスさんちょっと丁寧すぎるわね。あらあら、一体どういう風の吹き回しポポイ、どう思うそうね。私もあなたと勝負してみたかったわ。<laughs> とっても楽しみね。いいわよ。じゃあ、始めましょうか。優勝おめでとう、レムレスさん。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。あなたは一体何を願うのかしら。興味深いわ。<laughs> 教えてくれた通りのことをあなたは本当にお願いするかしら。どう思うポポイ。そうね。多分、レムレスさんは海をスイートゼリーに、 砂をココアパウダーにしたんだと思うわ。あら、あなたは隣町の学校のフェイリさんね。プリンプ魔導学校で教えているアコールです。よろしくね。そんなことないわ、フェイリさん。楽しくやりましょう。<laughs> お互い頑張りましょうね。さあ。 始めましょう。う優勝おめでとうフェイリーさん。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。今急いでお願いしなくてもいいのよ。フェイリーさん。ごめんなさい。魔導学校主催なので、学校に関わることは叶えてくれないの。だから今のはなしでもう一度お願いしてみて。そうね。問題点はなかったわ。私たちはもともと導の力で、 見た目は変わらずにいられるわ。だから、レムレスさんは止めなくてもずっとあのままよ。フェイリーさんが大人に見えるようになるのも、たっぷり時間がかかるわ。お願いするなら、早く大人にして、があよかったかも。バルト・アンデルスさんは、確かお花が好きだったわよね。もし、あなたさえよければ、 お願いしたいことがあるんだけれど、プリンプ魔導学校のお花の番人になってほしいの。言葉が通じなかったかしら本当はわかってるけど、やりたくないからはぐらかしたわね。バルトアンデルスさん、優勝おめでとう。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。バルトアンデルスさんはフェイリーさんのことがとっても好きなのね。優勝おめでとうございます。 悪魔さん、優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。悪魔さんは何をお願いしますかさすが悪魔さん。ありがとうございます。そうね。きっといい人たちなんだと思うわ。優勝おめでとうございます。アルルさん、優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。アルルさんの願いは、やっぱりあちらの世界に戻ることかしら。じゃあ、そうなの。 素敵な考えね。ありがとう、アルルさん。これからもアルルさんとプヨ勝負ができて、先生も嬉しいわ。優勝おめでとうございます。ナスグレイブさんナスグレイブさんは、一体何をお願いするのかしら。優勝のメダルで、願い事が一つ叶えられますよ。ナスグレイブさん。残念だけど、すべてメダルに聞こえているわ。だから、申し訳ないけれど、 すでにお願い事を一つ以上してしまったことになったと思うの。そうかも。スケトーダラさん、優勝おめでとうございます。お願い事はどうされますかあら、ごめんなさい、スケトーダラさん。しっかり聞いてくださいね。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。具体的に一つだけなら、どんなお願いしたのかしら。素敵なお願いね。きっと叶うわ。あら、 立派なゾウさんだわ。そう。ゾウ大魔王さん、よろしくね。ポポイは見た通り猫のぬいぐるみよ。怪しくなんかないわ。ねえ、ポポイうふ。<laughs> おしゃべりしちゃいけないかしら。優勝おめでとうございます。ゾウ大魔王さん。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。ゾウ大魔王さんの未来のことね。未来が来るのが楽しみね。優勝おめでとうございます。 シェゾさん、優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。具体的に一つだけよ。変態と言われないよう、言葉や態度に気をつければ、きっといつかはみんなも言わなくなるわ。頑張りましょうね。シェゾさん、優勝おめでとうございます。ルルーさん、優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。でも、メダルさんはそれが願いだと思ったみたい。頑張ってね。ルルーさん、サタン様、 優勝おめでとうございます。優勝のメダルで願い事が一つ叶えられますよ。ええ、アコールです。魔導を教えているわ。あら、何か失礼なことをしましたじゃあ、いつかよろしくお願いしますね、サタン先生。そうね。しばらくは遠慮した方が良さそうね。